ボロボンの親玉出た。めっちゃ強そう。なんとか頑張っていきましょう。怒っている。それは普通にむずくない？それは普通にむずくないですが、危ないよ。皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート14やっていきましょう。今回も前回に引き続きワールド4進めていきたいと思います。4の5ガボンマウンテンからですね。せっかくだから前回あんまり使わなかったキノピオでやっていきましょう。かわいいキノピオのちっちゃいタヌキ、かわいいですね。はい、タヌキでふわふわしながらクリボンとガボン倒していき、あー嘘でしょ嘘でしょ。まあいいや、そこで多分新しいアイテム手に入るかと思います。危ないよ。できれば猫がいいな。今回のアイテム何なんでしょうか。猫だ、素晴らしい。おー、かわいいいや、かわいいな、キノピオ。危ないよ。猫を失わないように気をつけていきましょう。ゆっくり登って、ゆっくり登って。怖いってこっちでしょ、絶対絶対こっちになんかあると思います。ハンコゲット。ハンコから始まるの珍しくない？はい、じゃあ2体ここで倒して、これかな。え、どうだろうとりあえず中に入ってみましょう。これだ。はい、全部踏んでグリーンスター出していきましょう。先に倒しちゃうか、その方が簡単ですよね。猫をなるべく失いたくありませんので、先にガボンを倒してからスイッチ踏んでいきましょう。素晴らしい。はい、これでグリーンスターも1枚ゲット。あと2枚ですよ。あと2枚のグリーンスター、待てよ。なんかさ、登るところにありそうじゃないか。だとしたら結構上の方もしっかり見ていかないといけませんね。たくさんのコイン出ました。上は大丈夫？いや、怖いな。なんかさ、カメラがここまで行くってことはさ、あるよねある。うわ、それはむずいって。落ち着け落ち着け。はい、綺麗にジャンプ、素晴らしい。こういう下は大丈夫。はい、中間ポイント取ったら、この上とかない？ないか。いや、ありそうだな怖いな。落ち着けよ落ち着けよ。時計に当たらないでジャンプしていきますよ。いや、なんかキノピオってさ、ちょっとこう体がちっちゃいから敵に当たりにくいとかありそうじゃない？ないかなそこは関係ないかな。はい、じゃあここを倒して、この上は、さっきなんか丸くなってましたけど、上に、あー、ギリギリ登れない感じ。あ、いけた。なんかありそうじゃない？ない。あー、なんと、いけそうじゃない？いけそうじゃない？あ、いけた。いけたけど、なんもないか。え？なんか、ここ、せっかく登れたのになんもない感じ？落ち着け。あぶねぶねぶね。あぶね。え、あと2枚なんだけど。あるか、本当に。待て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 。あと2枚のグリーンスターが全然見つかんなくて、ちょっと MK さんは心配している。あと赤コイン一応集めるか。いや、でも今、猫2つあるから正直いらないな。はい、これで、いらないね。いらない。怖いよ。落ち着け。危ない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 。よし。ここは？ない？え？本当になんもない。絶対ここだ。絶対ここですね。はい、上に行ってグリーンスター2枚目か3枚目か分かりませんけど、取っていきましょう。え？あったあったあった。オッケー、2枚目。ってことはやっぱり合ってるぞ。あと1枚、あったー。あと1枚あったわ。落ち着け落ち着けMK さん、さっきなんか余計なところに行ったみたいですね。はい、ジャンプして、うわ、むず。それは普通にむずくない？それは普通にむずくないですか？危ないよ。よう言ったな、今。はい、グリーンスターゲット。できれば、できればノーダメで行きたいって言った瞬間食らってしまいましたけども、一旦これ、この状態で行くか。そう、とっと、これは使います。これは使った方がいい。待て。行くよ。MK さんは行くよ。待って、ミスった。ゴールドフラッグミスった。マジか。うーわー、やらかした。どうしよう。どうしよう。後でやる？今やる？後でやる？今やる？じゃあさ、駆け抜けようか。キノピオで、めちゃくちゃな速度で駆け抜けて、ゴールドフラッグ取りましょう。そうだね。で、それをクリアしたら、上行こう。上っていうか、お城行こう。うわ、マジで。ここでゴールドフラッグミスる。おっと。ルーレットも出ましたけど、ルーレットはここを駆け抜けた後にしましょう。もう、速攻で行くよ。タイムアタック。皆さん、見といて。MK さんがめちゃくちゃ早くここゴールしてみせますよ。はい、いけ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 い。猫はさすがにゲットした方がいい。
やられた時用に猫は取っておきたいと思います。でこういうところもショートカットしちゃうもんね。で、こういうのは取らなくていいんでガン無視していく。はい、でジャンプして、いいよいいよいいよ、早くない？もう中間ポイントMK、 あぷぷぷぷ、ここは冷静に行こう。落ちたら遅くなっちゃうからね、落ちたら遅くなっちゃうから、ここは一旦落ち着いていった方が早い、逆に早い、 OK。 そしたら待て、ここはダッシュするよ、キノピオダッシュ、キノピオダッシュ、いいよ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 、 OK。 そしたら危ないよ、ちょっと落ち着けちょっと落ち着け、今の大きくジャンプしようかと思ったけど、そういう油断がね、塩ま、あっぺぺぺ、ほらー、そういう油断が死を招くって言ったよMK さん何してんの、待て待て待て、こっからね、まあまあまあいいや中間取れたからいいとしましょう。このトゲコンボのところはね、やっぱダメだ、ちゃんと冷静にやんないとミスるわ。あーぶねーあーぶねーあぶねーあぶねーよ。落ち着け、はい、綺麗にダッシュして避けていく。その赤いやつやってもいいけど、いや大丈夫でしょう、やらなくてもいけると見た。そしたら落ち着け、ここは落ち着いた方がいいとこなんだってさ。待てよ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 、もうゴールだよ、もうちょっとでゴールだよ。はい、こう来てこう来て、 OK。 あとはこの猫を失わないようにする、アップね、失わないようにするだけ。落ち着け、普通に行こう、普通に行けばいけるんかいなんだよ、普通に行けばいけるんだったら、なんでさっき MK さん変なことをしたんでしょうか。はい、ということでなんとかゴールドフラッグゲット。よーし、じゃあ行きましょう。いや、ルーレット先行くか。ルーレット行ってから、ボス戦行きたいと思います。ルーレット、今度こそ777当てようか。そう、前々回は777が当たったんですけど、前回は確か3つしか揃わなかったんですよね。よーし、じゃあルーレットのプロ MK さんにお任せください。行くよ。落ち着け、いきます、てっ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 てれってって、あ無理だ、てっ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 てれってって、もう前回と全く一緒じゃないこれ前回もさ、最初だけサクランボでさ、あとこのブーメランだったと思う。いやこれ右から行った方がいいか左から行くからミスるんかな。はい、ということでなんとかルーレットクリアしました。じゃあボス戦行きましょう。歩き方かわいい何その歩き方、めちゃくちゃかわいいんですけど。よーし、じゃあ行きますよ、ボス戦は。おー、なんかちょっとグリーンスターを使うみたいですけど、50枚以上はもちろんありますよ。ワールド4のお城、転がる岩の溶岩砦でやっていきましょう。うわ、むずそう。まあでもキノピオだからね、ささっと行きたいと思います。ここさ、 MK さんボスなんとなく覚えてるんだけど、確かあのゴロボンの親玉みたいなやつですよね。あいつ強かったイメージあるな。頑張っていきましょう。まずは、お、出たな、ゴロボン。はい、ゴロボンを持って投げ、あー、そういう系か、 OKOKOK。 ここ投げて、でここも踏むと OK。 そうすれば奥に進む。あー、今隠れるイージーいた今橋の縁に一瞬隠れるイージーいたと思います。もう見れないけどね。そしたらここは、あー、そういうことじゃないんだよね。待てよ、落ち着け、なんかありそうじゃない、大丈夫、え、なんだなんだなんだ、何がしたいんだ、何がしたいのか分かんないけども、ゴロボンを使うということだけは分かった、ほい。ゴロボンでここ取って、ここ取って、待て、オッケー、なんとかベルゲットできました。持ってった方がいいのかな、いや関係なかった持っていくのは関係ありませんでした。マグマを通ってバブルが綺麗バブルが綺麗、マグマを通ってミステリーボックス入っていきましょう。ここで、あー、そういうことね、オッケー、完璧、それはいける、ほい、で、ほい、で、ポート、オッケー。いや、この時間制限めっちゃ焦るんだけど。そしたら、あと1枚とハンコですね。ハンコこういうところにありそうじゃない？待て、おっとあったあったあった。じゃあ、ラストのグリーンスター、あったぞ。ラストのグリーンスターあったぞ。早速、ゴロボンで取っていきましょう。これ一発勝負？そんなことない。あーべ、取ったのに、取ったのに落ちたらどういう判定？取った判定ですか今のは。あー、取った判定だ。うわ、中間ポイント取ってなかったのか。よーし、じゃあ普通に進、あー、普通に進んでいきましょう。この上かな。うわ、パワーアップアイテムねえぞ。あ、あった。ありました。そしたら一応赤は取っておいた方がいいよね。はい、じゃあ、ミスった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 よ。ミスったよ。待て待て待て。ほい。で、ほいほいほい。で、ほい、オッケー。なんとかベルも2つゲットできました。そしたらもうグリーンスター3つ取ってる判定なんで、でハンコも取ってる判定なんで、ミステリーボックスとかも特にやる必要ないでしょう。ガンガン進んでいきたいと思います。もういいよね。あー、やべ、ミスった。
ミスター、どうしよう。あ、ゴロボ、あー待って、だったら取る、だったら取って、こうやって猫もゲットする。スーパー危ない、危ない。オーケー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 。お、キノコ、キノコだけ最後の最後にキノコだけ、それはちょっとあれですけども、オッケー。はい、出てきますよ、親玉。ゴロボンの親玉出た。めっちゃ強そう。なんとか頑張っていきましょう。怒っている。なぜ怒ってる。はい、こいつ投げて、オッケー。いける、案外いける、案外いける、案外いけるって。待て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 、このくるくる回ってる時はダメなんで、くるくる回ってない時に攻撃しますよ。ほい、オッケー。で、1回食らった、今の2回食らった、どっち。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。うおー、これ走れるキノピオだといいねめちゃくちゃ速く走って避けることができます。はい、そしたらゴロボン出ておいで、ゴロボン出ておいで、ゴロボン早、ゴロボン早。オッケー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 。はい、じゃあここ投げていく。オッケー、あ、終わった？オーケー。今ので3回っぽいですね。ということで、グリーンスター3枚とハンコをゲットして、ボスも倒すことができました。あとは普通にゴールしていきましょう。もうさっきみたいに変なことはしないようにします。なんかその髪型可愛いな。オレンジ色の妖精さんがいますね。さっさと助けてあげましょう。普通に行きます。幅跳びで。ほい。オーケー。幅跳びからの上りでもなんとかなるんでね、猫だったら幅跳びをすれば確実に取れるでしょう。ということで、ゴールドフラッグもゲットして、オレンジ色の妖精さん助けることができました。コースクリア、オッケー。で、これでもうワールド4終わり。いや、まだ、おー、ゴロボンだ、ゴロボンのハンコゲット。待てよ、これってさ、終わりかな。なんか前回みたいにサーカス場みたいなとこがある可能性があるけれど、はい、オレンジ色の、おー、なんか今度はスパナだオレンジ色の妖精さん、トンカチじゃなくてスパナを取り出しました。スパナでチャリンチャリンチャリンとやれば透明度感が出てくると。毎回毎回どういう仕組みなのかはいまいちわかりませんけども、じゃあ中に入ってワールド5を目指していきましょう。バイバイ。いや、なんか結構ペース早いね。あ、ないないない。途中に変なサーカス場はありませんでした。よーし、じゃあ早速ワールド5やっていきたいところでもあるんですけど、今回はこれぐらいで終わっておきましょう。よーし、じゃあ次回はワールド5の1、サンサンビーチからやっていきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。